朝のいいお天気。あ、いけない。タルカ姉様、おはようございます。おはよう千秋。何か手伝います。そうね。じゃあ人参の皮むきをお願い。はい。おはよう。今日は日曜日、一週間で最も自由な一日。その自由を確認するために、まずは二度寝だ。おやすみ。それだけ、もっと構ってくれてもいいんじゃない。髪を結んだのにとか、なんか手伝えとか。なら、カナはジャガイモお願い。よいしょ。もうおやすみ。ひどい。ただいま。おかえり。っていうか、あれだな、お前は早く帰って私の遊び相手をするべきだ。私をもてなし、私をあがめ、私を喜ばせることこそ、私の妹としてのお前のあり方だろう。だというのに、こんな時間までどこほっつき歩いてたこの野郎。勝手な理屈を並べ立てた上、この野郎か、この野郎、これはもうあれだな、宿題をしよう。ごめんなさい、遊んでください、暇なんです。私暇って、お前晩ご飯の準備があるだろう。え、今日は帰り遅くなるから晩ご飯お願いね。で、ハルカ姉様言ってただろう。じゃあな。手伝って、千秋様。宿題を片付けたい。私の料理の腕を知ってるだろう。今私を見放したらどうなるか。宿題を終えて、いい感じに空腹の前、かつてない一皿が襲うぞ。マグロおかわりもあるぞ。全部飲み込んでもらうよ。だから手伝って。よし、じゃあ何を作ろう。まずは冷蔵庫のチェックだ。はいはい。見事に何もないな。シェフは機嫌を損ねた。こんな材料で料理はできん。料理に必要なのは腕だ。愛情といい食材がそれに続く。しかしお前は腕はおろか、愛情もゼロ。食材でごまかすのも不可能ときたら、エゴの塊の生ゴミになるかと受け合いだな。どこ行くの。出前をお願いする。晩飯は私が作る。他者の介入は認めん。ガーナ、ムキになるな。電話一本で食卓に笑顔が戻るんだぞ。ここで引き下がっちゃ姉としての立場がないでしょ。それについては今更心配するな。主に晩ご飯のイメージに縛られすぎたのだ。世間の常識に合わせることなく、簡単確実に美味しいもの。というわけでホットケーキを焼こう。あ、いい。それいいよ、でかしたよ。かな、そうでしょう。ともあんたホットケーキ好きでしょ。どんなバカでもそれなりに焼けるし。お前からキツネ色に焼いてやる。ねえ千秋、フルーツを入れよう。ヨーグルトもいいな。あ、ジュースも入れよう。ちょ、お前素人の汗じえは危険すぎる。ホットケーキはこれが最も完成された形。ケーキ、ケーキ、甘いから相性いいって。いやーいやー、固まらない。当然だ、生地が緩い。粉はもうない。まあそのクリームシチューってことで。ただいま。遅くなってごめんね。ほら飲んでごらん、クリームシチュー。ほらおかわりもあるから、クリームシチュー。ごめん、長い。みんな見て、先生なんて嫌い。まだ二宮くん、話して先生。先生は二宮くんに嘘をついていた。もう世間なんて恒例のふんどし祭りが開催され、今年も多くの観光客でにぎわいました。では次のニュースです。ハルカ姉様、今男性教諭と女子生徒が来そう。千秋、学校は楽しかった？あ、はい。さっきのはちょっと反応が過敏すぎやしないか。それは千秋もちゃんとした知識を持った方がいいと思うけど、とさに何で説明したらいいか分からなくなって。よーし、ならば私が姉としてキスとはどういうものか教えてやろう。あまり変なこと教えないでよ。カナ、さっき男性教諭と女子生徒がキスを。そうだね。で、そのことだが、あんなものゴールデンに放送したらお茶の間が気まずいだろう。あ、まあ家族で一緒に見るもんじゃないね。じゃあ千秋、なぜ気まずくなるか説明できるかい。説明って、そりゃキスしてるからいけないんだろ。なら君はキスのどこがいけないって言うんだい。何を怒っているんだ。キスしたことない奴がキスを否定するんじゃないよ。お前はしたことあるのか。ないよ。してみるか。嫌だよ。あ、
しないでやっていいことと悪いことがあるのか分からないのか、このバカ野郎。本気で嫌がる妹とキス。はるか姉様、嫌がってるならやめなさいよ。うん、お前はるかとならキスできるんじゃないのか。そうだな、はるかなら経験済みだろうし、ちゃんと教えてくれるはずだ。さあ二人ともグッと。